ですっていう人いるからいいや、タオルなしでいっちゃおう。頭かな、どっちかな、頭痛かな、肩かな。目の疲れじゃないですか。すごい気持ちいいです。ここはとりあえず凝ってるから。わかりました。左の顔ですね。なんか違う、右と。そうですね、若干顎も右に寄ってるんですよね。どうですか？首の牽引しますね。はい、ちょっとこっちまで顔を持ってきてもらっていいですか。そうですね。失礼します。ああ、きつかったですか。きついですけど大丈夫です。はい、じゃあ息合わせましょうね。吸ってください。止めて。吐いてください。吸って、止めて、吐きます。はい、吸って、止めて、吐きます。止めて吐きます。苦しくないですかね。はい。頭の後ろの出しますね。楽にして息吸ってで吐きます。吸いたいですね。体を気持ちいい。 痛いです。痛いですかね。痛いけど気持ちいいです。すごい大丈夫ですね。はい。前よりストレス減ってますね。前よりは楽になってんじゃないですか。心身が。よいしょ。 体の怖さが減ったんじゃないですか。そうかもしれませんね。前よりはリラックスしてますね。 前よりは今リラックスしてるとは言い難いですけど前よりは全然首の硬さは和らいでる。これすっごい痛かったじゃないですか。前痛かったですか。もう覚えてないぐらい痛かったと思います。そうそう、だから全然入んなかったんでこの間。だからまあぎっくりしてたからね、前はね。ぎっくり前でしたね。 そういえば違う。いやぎっくりしてた当日っていうか、そのまだなってすぐ1日後ぐらいで体がすごい硬直してる状態だったから。そうですね。それよりかはまあ当然ねもうここ痛いね。こっちにあるね。あ、そうなんですか。高血が、硬い。左じゃないんだ。いや、多分左もあるとは思うんだけど。この辺一点が硬くなってるんだと思うね。みたいですね。ここね。あ、でもね、これ右だね。左はそうでもない。痛くないでしょ。はい、うん。同じようにやってますけど、左の方が柔らかいから。はい、そこは痛い。そこ痛いです。うん、これはそうね。でもこっちじゃないですよね。こっちじゃないでしょ。はい、こっちはないです、うん。ここはだからまあ多分バランスですね。部分で偏りが生じているから痛い。左はこっちなんですよ。あ、左は首の方で、右はここ、肩のと首の間。だからまっすぐじゃないんだね。ああ、かばってるんだまだ。ここら辺首が骨おかしいじゃん。おかしいですね。なんかね、まっすぐにならない感じが。これ変ね。うん、首まっすぐのつもりがまっすぐじゃなかったり。きついですね。横向きましょうか。はい。横向きにちょっと一旦待ってください。こうですね。うん。そう。こわばりが出てる。こわばってますね。手首とかから来て、おかしい。はい、そこそこおかしいですね。痛い。気持ちいい。パツンパツンな感じです。そうですね。こう、坂っけね。あ、痛い。痛い。機台はこれでだいぶ柔らいだと思うんで、はい、右ですね、右横向きになってください。はい。うわぁ、ガチガチですね。左は頭の方が影響強いかもしれないですね。こっち側からこういうとことか、うん、来てるんで。痛い。ちょっと仰向けになってもらって、首の骨だいぶいいですよね。この下の、はい、こっちの方が、はい、そこが触れたり触れなかったりする感じだったのが、今だと骨包んで出てるので、さっきよりもこう。伝っていける感じ。でもここがまだちょっとへこんでますね。痛い。が悪いの右の方ですよね。その方がこっちの方が行きやすくて、その方がちょっと引っ張られる感じなんですけど、こっちの方が行きやすくないですか？引っ張られる感じします。こっちの方が抵抗があるように感じるんですけどね。こっち側の方が痛い。こっちは突っ張り感ないですか？あ、うん。硬いって感じですか、左の方が。いや、左の方が動きはいいんですよ。動きがいい。右の方が突っ張る感じです。しますね。でも痛いんですね、左の方が痛くて、はい、右の方が突っ張るのかな。はい、うん、気持ちいいです。そうですね、左の方が行きますね。うん、行くのはね、左なんですけど、痛みを感じるのが左の方で、その分ちょっと酷使されちゃって痛いのかもしれないですね。あ、そういうことですか。だからその分なんか右が動いてくれれば左の負担が減るから、痛まずにするかなっていうことですよね。なんで右ちょっと広げるようにします。あ、いいです。そうですね、元から右の方が可動域っていうんですか、が小さいのかもしれないですね。ストレッチしても右の方が硬いっていうのはありますね。左の方がいくっていう。あ、痛い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 。これですごい頸椎の状態良くなってるんで、一回ちょっと体を起こしていただいて、はい、ちょっと首回してみたり、はい、ちょっと倒してみたり。あ、全然さっきはもう痛くて痛くて仕方がなかったんですけど、ぐるぐる回ります。揃いやすいし、これが痛い痛い痛い。これぐらいだったら気持ちいいですよね。そうですね、はい、気持ちいいです。これをよーし、まあ、ここをやっとくと目の疲れが取れるんで。はい、痛い痛い痛い。はい。痛いですね。はい。総合原理ね、これがだいぶ前に来る癖があるので、はい。また前来てるってことですかね。背筋伸ばして頑張ってたんですけど。いや、まあだから前よりはいいですよ。薄くなってる。うん、前よりは。前はもっとグーンってここまで乗ってる感じだったけど、今はこの辺までで収まってるから前よりは姿勢も良くなってるんじゃないですか。頑張ってるところですけど、はい、また戻りそうで、はい、そうですね、背中張ってますね。そう自然にできてるわけじゃないから、はい、やっぱり力入るんですよね。よくしようにもそう、ね、崩しても崩したで崩してで悪いし、無理にグッと伸ばすっていうのも肩とか力が入って。使ってない筋肉を使うから、まあ最初慣れないのもあるし、筋肉痛な感じですね。そういう意味ではですね。でも前より確かに姿勢は良くなってるし、ああそれは自然になればいいですね。背中が張り方は強いので、ほぐしとけば自然といい姿勢も取りやすいんで、はい、こんな感じですかね。最後にちょっと肩を下ろします。はい。